どうも皆さんこんにちは、いたすがです。本日の動画はこちら。秘密の地下室に行ったり来たりできるような装置を作ってみたので、その作り方を今回はご紹介したいと思います。こちらどのように動くかと言いますと、まず地下室に入りたいときはここのボタンを押すと、このように地面が割れて、このように地下室に行くことができます。また地上に戻りたいなって時は、ここのスライムブロックの上に乗ってここのボタンを押すと、このようにスライムブロックの力を使って地上に戻ることができます。今回はそんな仕組みのものを作っていきたいと思います。では早速材料から説明していきたいと思います。材料はこちら。粘着ピストン、スライムブロック、レッドストーンリピーター、レッドストーンダスト、ボタン、クォーツブロック、ハーフブロック、レッドストーントーチ、レッドストーンブロックになります。ではまず地面を1234とで、横にも1234と、はい、こんな感じで正方形になるように地面を削ります。そして深さなんですけど、1,2,3,4,5,6 と6マス削っていきます。はい、こんな感じですね。今回も回路が分かりやすく見えるように地面をクォーツブロックに変えて作っていきたいと思います。そしたら一番下まで下がって、右から2番目で下から2番目のここの部分を削って、粘着ピストンをこの向きでセットします。でここの粘着ピストンにスライムブロックをこのように設置します。そしてこのスライムブロックの後ろ側に回って、レッドストーンリピーターをこの向きでセットします。で遅延なんですけど、遅延は 1,2,3 と最大にセットします。でこのレッドストーンリピーターの一番左側、ここですね、ここにブロックを一つ追加します。こんな感じですね。そしたらこのレッドストーンリピーターの横に1,2とブロックをこんな感じで階段になるようにセットします。そしてハーフブロックをこのクォーツブロックの横にこのように2分の1マス開けた状態でセットします。そしてレッドストーンダストをこのリピーターのこことハーフブロックとこのクォーツブロックに追加します。でなぜここでハーフブロックを使うかと言いますと、ここでね、普通のクォーツブロックを使ってしまうとこのようにレッドストーンダストの回路が途切れてしまうんですが、ハーフブロックをこのように1マス開けることによってこんな感じで途切れずに回路を行き渡らせることができます。そしてこのハーフブロックの左側にブロックを一つ追加して、でこのクォーツブロックの下側にも 1,2,3 とブロックを追加して、ここのブロックは壊します。こんな感じですね。でここの飛び出ているクォーツブロックの上にレッドストーントーチをこのようにセットして、レッドストーンをこんな感じでつなげていきます。そしてこのレッドストーントーチの上にブロックを一つ置いて、ここのレッドストーンダストの上にも一つ、そしてこっち側にもこんな感じでクォーツブロックを3つ追加します。そしてレッドストーンリピーターをこっち向きでセットします。そして遅延は1にセットします。そして左側に回って粘着ピストンをこんな感じで下向きにセットします。そしてこの粘着ピストンにレッドストーンブロックをこのように設置します。そしてこのレッドストーンブロックの下にブロックを 1,2 と2つ縦向きでセットして、この上にレッドストーンダスト
このように設置します。そして次にスライムブロックのあるところに戻って、ここのブロックにボタンをここにセットして、でハーフブロックの上に粘着ピストンを1、2と2つセットします。そして一番下の粘着ピストンに粘着ピストンを今度は上向きでこのようにセットします。そしてクォーツブロックをこの粘着ピストンに設置します。こうすることでここのスライムブロックに乗ってここのボタンを押すとこのように地上に戻るシステムが作れます。あとはこのように下の回路が見えないようにクォーツブロックを使って隠していきます。そしてここの出っ張ってるクォーツブロックの上にボタンを追加すれば完成です。地下室に入りたいときはここのボタンを押すことで、こんな感じで結構失敗したんですけど、はい、こんな感じで下に潜ることができて、地上に戻りたいなっていう時はここのボタンを押すことでこんな感じで戻ることができます。今回の動画は以上になります。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。ということでここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。